HP ノートブックの電源ボタンの機能を変更する手順 HP ノートブックの電源ボタンにはいくつかの異なる機能を割り当てることができます。この動画では自分の好みに合わせて電源ボタンの動作をカスタマイズする手順を説明します。ホーム画面で検索アイコンを選択します。コントロールパネルと入力し結果から選択します。コントロールパネルの検索バーに 電源オプションと入力し、結果の一覧から選択します。電源ボタンの動作を選択を選択します。電源ボタンを押したときの動作の横にある、バッテリー駆動または電源に接続のドロップダウンメニューを選択し、電源ボタンの機能を選択します。何もしないを選択すると、電源ボタンを押してコンピュータの使用を続けることができます。 スリープを選択するとコンピュータがスリープモードになります。休止状態を選択するとコンピュータは休止状態モードになります。シャットダウンを選択すると電源ボタンが押された時にコンピュータの電源が完全にオフになります。変更が完了したら変更を保存を選択します。この設定は次に電源ボタンを押した時に適用されます。他の言語の HP 動画を検索するには YouTube の再生リストタブをクリックしてください当社のチャンネルを検索して公式 HP サポート動画を見つけてください